自動車。元イタリア代表。ポジションは FW。1990年代前半のイタリアを代表するフォワード。強靭なフィジカルを持ち、ポストプレイヤーとしての素質は高いものを見せた。当時はユベントスに所属していたが、ジャンルカビアリなどの影に隠れ、二流選手との見方が一般的だったが、代表監督だったアリゴザッキが、 その才能に着目し、代表に招集した。だが、当初は泣かず飛ばずで、カジラギ自身もメディアの激しい球団にたびたびさらされた。才能を開花させるのは1994年のアメリカワールドカップ以降で、セリエ A1994 から95シーズンには、ラツヨで14得点を、マーク、同シーズンのフィオレンティーナ戦では4得点を挙げた。 1995から96シーズンにも14得点を上げ、1996年の欧州選手権の際には代表になくてはならない存在となっていた。だが、第2戦のチェコ戦でカジラギに全幅の信頼を置いていたはずのさっきは致命的な失策を犯した。第1戦のロシア戦で2得点を上げたカジラギとジャンフランコゾラを下げ、 代表歴の浅井エンリコ・キエーザとファブリッツィオ・ラバネッリに交代させる。同試合では2から1で敗北。一時、リーグ最終戦のドイツ戦で、カシラギは PK を獲得するなど活躍を見せるが、これをゾラが外し、イタリアは引き分けに持ち込まれ、同大会は一時リーグで姿を消すこととなった。また、その後のフランスワールドカップ予選では、 プレイオフのロシア戦で決勝点を挙げるものの、本大会への選出はならなかった。1998から99シーズン、チェルシーへ移籍するが、ウワストハム戦において、相手 GK と激突し人体を損傷する、大怪我を負った。手術を数度行うも、怪我は回復せずに2000年に現役を引退した。ありがとうございます。